バシですよ、ビシバシ。こんなですもん、こんなん。ブラーケ不買しがみ。普通に行きますけど。そこ そこ僕遺書を残したいので帰ります。おう、でも死ぬなよ。マジじゃないですか。藤原先輩成功、補足脈なしだって。絶対にやめなさい。蒸れるってのもありますが、いつもより匂い方が可愛いんですよね。例えるなら赤ちゃん。目を見ればその人の本性が 5、6% わかるんです。微妙な数字。モラルってのがないんですかね。やましいことがないなら別に謝る必要もないですって。弓の鶴が当たっちゃうんですよ。でも篠宮先輩のサイズなら何の心配もないじゃないですか。こんなんですし。ひしがみ。こんなですよ。後ろ後ろ。ひしがみ、ひしがみ。よくわからないけど帰ります。ラブコメはめっちゃ読んでますよ。リンス変えましたね。恋愛対象として見てないんですか。もちろん。特訓の日々が続いた。わーい、誰かのかっこいいドライバー。逃げようとするからよ。抵抗しなければ手荒な真似はしなくて済んだのに。